なんでわざわざ親元離れてまで北陸で3年間バスケやるって決めたのかっていうのをやっぱり忘れちゃいけないと思うんだよね。で、何やりに来たかって、もう答えはもう一つしかないじゃん。もう日本一になりに来たんでしょ。こんにちは。拍手。川崎ブレイブサンダースの篠山です。一応 OB です。まあ、ちょっと母校の方に、最近帰れてないので、まあ、ちょっとでもみんなに何かこう伝えられればなと思って、来ました。でもみんな説明とか聞いてシューズ今履いてもらってると思うんですけど、自分自身はやっぱり一番こうね足にフィットしてるし、まあ、いろんなシューズ履いてきたけど、アシックスのシューズがやっぱり一番怪我が少ないしおすすめかなと思い、今日は T シャツシューズともにちょっとプレゼントとして皆さんにご用意させていただいたんで、まあ、ちょっとアップしてちょっと動いて、あとは10分ゲーム2本いきましょう。よし、ボール運びの部分で相手をどれだけ苦しめられるか、でどれだけちょっかいを出せるか、でそれが今度またオフェンスの緊張感とかボールハンドリングの向上につながるから、2つ目の先輩がこういうディフェンスをしてて本当にボールが半分まで運べなかった5対5の練習とかで、この練習はまあ参考にというか常にイメージする中でやってみてください。はいはいはい。みんな高校から親元離れてだよね、多分ね、ほとんどね。で、北陸高校来て部活やってってやってると思うけど、この3年間の中で何をやりに来たのか、どういう気持ちで親元離れてここに来たのかっていうのをちゃんと心の中に持って3年間過ごしてほしい。この3年間でもっと頑張ればよかったって後悔してる OB の人腐るほどいるわけ。なんでわざわざ親元離れたので北陸で3年間バスケやるって決めたのかっていうのをやっぱり忘れちゃいけないと思うんだよね。で、何やりに来たかって、もう答えはもう一つしかないじゃん。もう日本一になりに来たんでしょ。全国大会出場が目標じゃないよね。北陸高校の目標ってベスト8じゃないしベスト4でもないし、やっぱり日本一だと思う。まあ、インターハイまでのこの短い期間だけど、もう一回日本一目指してほしい。で、目指してるチームだと思うから、インターハイ頑張ろう。篠山さんはワールドカップ頑張ります。みんなインターハイ頑張ってください。いいですか。はい、あざした。頑張ってください。あざした。篠山選手、3年間普通科1組で、5位以下になったことないです。担任の先生、あ、もう行っちゃった。担任の先生、僕5位以内でしたね、ずっと。はい、そうですね。はい。ちょっと。賢かった。はい。ちゃんと。あ、誰か授業持ってます？持ってる。あの人全部答え言うやん。テスト前。それ書きゃいいんだから。あ、すいません。